はい、それでは次の問題に、入っていきたいと思うんですけども、まあ、今ですね、もうすぐですけども、一番、まあ、ホットな話題といえば、国葬儀の、ね、問題なんですよね。これも最初はですね、国民みんな大賛成のような感じがしましたけど、そうでしたね。統一教会の問題とかいろいろこう、時間が経つにつれてですね、ちょっと様相が変わってきたなというふうに思って、まあ、岸田総理もちょっとね、意外な印象を持っているのかもしれませんけれども、この問題やっぱりなかなか奥が深い問題のような気がします。今日はね、尊敬する片山さつき先生にこの問題についてどのようにこうお考えなのか、正当性というかね、それはどのようにお考えでしょうかね。いや、私は安倍総理が教壇に倒られた時に、うん、はい、その安倍総理が成し得た業績を考えればこれは国葬だろうなと、うん、吉田茂元首相並みだろうなというふうに思いましたので、はい、そちらの方向に行くなと思っておりましたので、はい、今でもその思いは変わってないです。よく佐藤元総理ですね、佐藤栄作さんですけども、あの方もまあ任期は非常に長くて、あれ7年ぐらいあったのかな、結構長くてですね、しかもまあ沖縄返還を実現したとか、あるいは、ノーベル平和賞でしたかね、それも受賞されたと、まあ佐藤栄作さんが、国葬にならずに、なぜ安倍晋三さんがなるんだっていう、そういう声もありますけど、その点どうでしょうかね。まさにそれは客観的な基準を作らないできて、その時の行政のトップである総理大臣が裁量で判断したと、それはそれでいいと思うんですよ。当時の世界の状況と今の世界の状況は同じではない。そうですよね、70年代と今は同じではないわけですから、今の時代にその8年を超える任期、そしてまあ、その平和安全保障も含めて、どんどん悪化する安全保障環境の中で日本を守り抜いたという意味で、さらに6回国政選挙に全部ご自分が先頭に立って勝ってるっていう民は、私はそれに値すると思います。それにやっぱり国際的な貢献というか、国際的なまたその裏返しで評価ですよね。これがやっぱり当時の元総理の時代と安倍晋三さんというのはかなり違うと思いますね。まあ、クワッドとかですね、自由で開かれたインド太平洋ですね、そのコンセプトを作って、まさにトランプ大統領就任前からお会いになって、それで流れを作ったのが日本の総理だっていうことを、今世界がどのぐらい知ってるかっていうと、分かってる方、分かってる国はまさに弔意を国を挙げて、そうですね、まあ、インドをはじめですけども、それからアメリカの上院の決議もそうですけれども、そうですね、示していただいてるんですよね。そうですね。でこれほど190カ国の要人からの要人を迎えるということも、まあ本当前代未聞ですよね。そうですね、なかったことですから。私も安倍晋三さんは国葬に値すると思いますけども、ただ一部野党あるいはマスコミがですね、いや、なんだと、その法的根拠がないじゃないかとか、あるいは国民のコンセンサスがないじゃないかとか、いろいろまあ言ってるんですけど、その点どうですかね。法的根拠、あの時に、はい、大体見積もりもこのぐらいかかるんですが、私はやりたいと思いますと言って、この間の議運のようなお話を最初にしてれば違ったと思うんですけど、ね、うん、何しろ安倍総理と同期で親友だった岸田総理はご自身のショックも大きかったと思うんですよ。だからそこまでとてもできなかったんだと思うんですね。分かってれば、後から考えればそうしていけば、多分同じことにしても支持率は全然違ったと思います。そうですね。だからまあ野党が言ってる法的根拠というのは、私は普通にこう、まあ、考えて、内閣府設置法でですね、あれ43の33だったかな、ちょっとよく覚えてませんけども、そこで、まあ、国事行為としての儀式と、それから、まあ、民間功労者に関してもですね、国の儀式として
国葬などができるというふうになっているので、はい、閣議決定すればいいというふうになっているので、法的根拠は私あると思うんですけどね。法的根拠はありますよ、うん、法的根拠がなければ支出もできないですから、うんうんうん、それはあるんですが、それがそれで十分なのか、うん、さらにそのために、うん、具体的に葬儀の場合はこうしましょうとかいう法律を作っておけばよかったと思うかどうかということで、今となればそうなんでしょうが、もうその今から作ったって即興適用するんですかっていう話ですから、はい、だからあの国会決議が必要だとか言っている人もいるようなんですけどね、もうあの内閣府設置法そのものが国会を通過してますのでね。ああ、それはそのもとで国会決議が必要なんで、国会決議をしたらどうだというふうに政治的におっしゃってるわけで、うん、なるほど、法律的に国会決議が必要だということにはならないんだと思います。はい、私はなんか静かに、しめやかに、おごそかにね、この国葬というものが行われてほしいなと思うんですけども、私たち国会議員は当然参加をいたしますので、まあ、他党さんは参加されない宣言をされている方もいらっしゃいますが、本当に忍ぶという意味で数時間長い式になると思いますが、安倍晋三さんとかなりあれですよね、関係というか、いろんな、まあ、私安倍内閣の閣僚ですから、しかもその時女性一人ですから。で、安倍派に最近入られたんですよね。6月に参議院安倍派に入りました、うん、そうですよね、まあ、そういう意味で特に思い入れというかね、そういうものが多いんじゃないかなと、大きいんじゃないかと私思ってるんですけどね、本当の意味でリーダーにならなければいけない、うん、それをその命がけでずっとやり続けた方ですよ、うん、もう若い頃からお父様が病に倒れられて、で一生懸命選挙区を回っておられるって時に私は初めてお会いして、はい、ですから追悼番組に私ゲストで出させていただいた時に、一番その古い写真をお持ちしたら、それは皆さん政界の方がびっくりされて、この頃の安倍さんを僕は知らないよっていう方がいっぱいいらっしゃったんですけども、だから本当に一筋にストイックなぐらいに政治の道に努力をして、トップにならなきゃいけないと、トップたるものどうあるべきかを常に思って勉強されてきた方ですよ。そうですね、まあ、ただそれは岸総理のお孫さんで安倍晋太郎さんの息子という環境はね、誰が望んでも望める環境ではないので、ベストな環境に生まれ育たれた方であることは間違いないですけど、だったら皆さんが安倍さんほど政治の道にストイックに、そうですね、こう打ち込めたかっていうと、そこまではできないと思いますね。特に最近ですね、まあ、亡くなる直前ですかね、台湾問題非常に力入れられましたし、それから、防衛費の GDP2% 超ということも、そうですね、明確におっしゃいましたしね、はい、まあ、先ほど言うと安全法の体制ですね、安全保障の体制とかもしっかり作られて、そういうふうに、あるいは核共有の問題とかもね、議論しようと、いうことも提案されたし、非常にまあ、ある意味で日本の政治の羅針盤というかですね、そういう存在でしたよね。あえてその内閣総理大臣の座を降りられてからは、うん、そういうその保守思想というか右寄りのスタンスをご自分が取ることによって、うん、その菅総理あるいは岸田総理が動きやすいようにしたと。なるほど、そういうところまで深くお考えの方でしたよね、うん、あ、そういうことですよね、はい、もうね、もうすぐ、国葬、これも途中でやめるということも絶対ありえないので、実施されるでしょうけども、しめやかに厳かにね、皆さんで安倍総理、元総理のことをお送りしたいと思います。そして安倍総理なき、まあ、これからね、羅針盤なき政治ということになるかもしれませんけど、片山さつき先生みたいな素晴らしい政治家いらっしゃいますので、これからもぜひね、日本を引っ張っていただきたいなと思います。もう漂流するなんてことがあってはいけないし、うん、一国の油断も許されないですよ。そうですね、でそれはもうそのこの国を守り、国民の命を守るということが切迫事項になってる、経済運営も差し止めってるっていうことを、まあ、常に解いていきたいですね、うん、そうですね、本当にギリギリ、はい、ギリギリです。はい、ぜひ片山先生期待したいと思います。はい、じゃあこの話、日々頑張ります。そうですね、
はい、ではこの話はこれで一旦終わりたいと思います。皆さんどう考えでしょうか。Good luck!